山頂からお届けしてます。後ろに見えるのは舞穂高岳ですね。今日はね、明神岳東稜ルートブラックスタートで登ってきました。その様子ご覧ください。どうぞ。お願いします。鎌トンネル前です。はい、頑張っていきましょう。また季節は進んで寒い、花垂れてますわ。午前3時4分のかっぱ橋前です。ここからスタートです。はい、ここで今レインウェアパンツ履きて完全防備です。来た途端いきなりハイハイヤブが始まります。これね、レイン来てないと大変ね、はい、ずっとハードな登りが続いてますけど、すごい急。もうヤブ終わって早速脱ぎました。上下だいぶ行き過ぎてたみたい、もったいない。降りてきます。この赤丸の分岐をちょっと通り過ごしてね、こっちの方行っちゃいましたので、ちょっと戻ってきました。はい、ここから仕切り直しです、頑張ります。30分ぐらいロスしちゃったみたい。すごい、どこくぐっていったよ、はい、ルート復帰したらまた笹祭りレインパンツ履き直しました。もうみんな見えない。あー、きつい、きついよ。急だ。はい、白真っ白けだ。はい、ちゃんと丸いマークついてる。そっちで合ってるよ。はい、はい、慰霊碑があります。こちらにも。トラバの横をね、トラバース気味で氷炭池に向かって登っていってます。上の方はね、ガスが晴れてきてますね、はい、明るくなったので前から師匠って振ってください。お願いします。そして2番手にこちら星野さんです。こんにちは。こんにちは、お願いします。そして私の後ろに今日お久しぶりです、まこさんです。久しぶりです。ハロー、お願いします。お願いします。ほら見て、出てきた出てきた。今日はね、明神岳満喫満腹コース、もう今日の目指すピークは明神岳です。はい、せっかく乾いてたレインパンツがね、またびっちゃびちゃになってます。ひょっこりひょうたんいけ、え、これこれ、はい、ひょうたんって言うから振り返ってみましょう。じゃんじゃじゃんですか、ひょうたんですか。もろひょうたんや、これにひょうたん以外考えられるの。はい、アップアップアップ、はい、ひょうたんです。来たかったひょうたん池、こちらでございます、ひょうたんの形がしております。ね、よかったね、今日一番のポイントです、絶景ポイントです。今日一番の見どころ、見どころ、やったはい、ひょうたん池からさらに笹ゾーンを進んで登っていきます。はい、最初の関門、第一階段までやってきました。行かせてますね、早く歩いてほしいです。はい、ハーネスとヘルメット装着しました。はい、8時2分です。2455、早く太陽のね、光を感じたい、熱を、寒い、はい、第一階段の確信部始まってます。はい、ゆっくり行きたいと思います。だんだん明るくはなってきました。ふう、やばい、言うてクリアしました、まこさん。晴れろ晴れろ、ほら青空が、あ、そして私は今ロープを待っています、お助けロープ。このね、左側がもうすごい切れ立ってるので超危険、でもここみんなフリーで行くんやろうね、恐ろしい。はい、じゃあ行ってみようか。小森さん頑張ってます、はい、ファイト、よし、
ナイス。あ、一気に青空。もう固まりすぎ。いやあ。後ろすごいよこれ。晴れてきました。急に。こんなドラマティックなことがあるんでしょうか。ねえ、若さん。ねえ、どうですか。いや、ビリビリ。ビリビリというかもう足がブルブルです、ね。はい、アグレッシブなルートです。はい、ドキドキハラハラゾーンの次は。はい、安心安全ハイマツをしっかり掴んで登ります。雲海がすごいです。その奥にルン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 すごい、何正面に雲がどん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 って湧き立ってきちゃった。富士山隠れちゃったわ。見えたらね、すごいねこの景色ね。暖かくなってきましたね。最高です。よかったよかったよかった。はい、おまわりさんどうですか。いっぱいいっぱいです。はい、慎重にゆっくり行きましょう。天気はいいです。すごいシャドウだけどハイマツがつかめます。すごいハイマツ登ってきてます。明神岳の一歩手法ドーン出てきました。はい、星野さんどう。かっこいいね。かっこいいね、うん、ここからじゃあ1、2、3、4、5全部オールスター見えてる。1、2、3、4、5。はい、ハイマツの中ね、みんな頑張ってます。はい、ですね、常念岳見えてます。はい、これは前穂高岳ですね。はい、ここ降りたらね、ラクダのコルから最後手法一方のピークです、ラクダのコルでテント張る人おるって。そりゃ最高だろうけれどさ、とんでもないよ。やばいわ、やばいわ。あー、あれのことか。すごい風だよ。はい、ラクダのコルです。では、東稜の核心に向かっていきます。はい、頑張りますよ。はい、おまりさん、頑張ってよ。えい、えい、おー。おまわりさん、各チーム頑張ってます。どう、行ける足はあるか。今のところ行けてる。よっしゃ、OK。 はい、もう一発。これ巻くのか。ここ行くの。ちゃんと足場あるんで。これをちゃんと足場あるって言うんやね。うわ、ん、もうちょっと本当言葉が出ません。ここにあのガバあるから。ガバがある。ちゃんぽんとかよ。はい、こんな感じ。手錠の岩をちょっと巻いてきてます。はい、で巻いたらあとはこれを上がります。頑張ってます。はい、あと一歩。登ってきてます。なぜか私一番前におるんやけど。あ、これ動くよ。バットレス革新部です。おまりさん大丈夫でしょうか。なんかここまでなんとかこれなので行けそうな気しますけど、はい、ロープもらえる。あ、ロープで行く。はい、ロープの先っちょを私につなげてくれました。私今日は4人登るうちの最後尾上がっていきます。そして一番手行く師匠をこれを使って確保します。それ私の役目。そしてこのいろいろを回収するのが私の役目。はい、おまり師匠はね、今両親同僚バットです。行きます。長すぎてもいいね。やってるやってる。さあ、おまり師匠がね、マットレスをね、追い詰めてますね。はい、おまりさんも真剣です。真剣よ、真剣です。
へんけど。あ、行った。ナイス。はい、今、明解者のね。はい、了解しました。はい、明解者の声がかかりましたんでね。解除しました。到着して星野さん登っていきます。どうぞ。もうちょっとです。はい、じゃあ3番手まこさんお願いします。いきます。はい、バットレスの革新部の登りです。頑張ってます。いきます。ラスト、もうちょっと。はい、じゃあ行きます。どうですか、おまりさん。すごいわよ、すごいすごい。最後もっとすごいからね。粘着剤とか回収しながらね、登ってきてます。大丈夫、あと少し頑張れ。オッケーオッケー、ナイスナイス。もう少し、あかんね、出てきた。この間にね、赤い屋根が見えますよ。明神館かな。梓川の向こうに見えてるのがあれ、横かな、かなかなって言ってるね。上高地はこのガスの下ですね。はい、ありがとうございます。はい、これ真下にいますよ。はい、こっちか、こっちから、どっちから行こうって言って、この右側から行ってます。この最後の登りですね。かなりここ急なんです。まあ、急なはいいんですけどね、ちょっとざれてるんでちょっと危ないですね。掴んだようなちょっと剥がれやすいんで。左、はい、お助けあるよ。はい、頑張れ。両手も出た。いけた。そこまで来れた。そこは足場ざれてるから気をつけて。行くで。はい、ナイス。オッケー。はい。はい。ここに動くわ。動くのあるからね、気をつけて。はい、完走。たまらん。しびれる。最高一発。最高一発。もう何本引っ張ったの。はい、最後、頑張って。はい、ナイス。はい、どうやった？どうでしたか、今のとこ。いや、もう手がかりが少なくて。ね、ざれて、足も、足場も怖いよ。本当に。はい、お疲れ様です。もう星野さんのすぐもうこの先が山頂です。はい、では、もうほんま10メーター20メーターぐらいで山頂です。やべえやべえやべえとこみたい。山頂直下がめちゃくちゃ急です。山頂です。すごいところ登ってますね。
慎重に慎重に。山頂です。明神岳一歩、まもなくです。頑張りました。頑張ると、この絶景が目の前で、おばあさんを待ってくれてます。だけど、ここ最高にしんどいよ。しんどい。でもね、あの、フリクションキックから、すごいとこから出てきた。これぞ、明神岳。そこリーチ長いんですよね。すごく苦戦しました。慎重に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 。これいけんねんな。頑張って頑張って。よいしょ、来た。はい、おもりさん、頑張った。頑張りましょうね。頑張りましょうね。そんなことなったか。西穂への稜線ね、西穂山頂です。すごいね、あれが焼けだけじゃ、ほら、上高地の今の景色、上高地の今の景色、あ、ガスガスやで、人すごい人がいる、うわすごい、みんな見える、うん、それでいいよ、あ、スクショ、うん、すごい、やりました、バッチャイ、ありがとうございます。何回目ですか？びっくり。はい、星野さん、一方から二方ご覧になっていかがですか？はい、なんかやれそうな気がします。かっこいい。だって今までね、あのカクンと切れ落ちた二方のところ見てた懸垂加工ポイントをこう正面に今見てるんですよ。いけそうな気がするって。やりますね。いつになるかな、本番楽しみにしてます。はい、今日はどうでしたか、おまりさん。すごいよ、前は5421って来たけれど、今日は12345って降りていくね。うんうん、通りは値打ちあるんで、はい、今日大満足満腹コースですけれど、まだこれから始まったとこあと4つもあるんやで。超えたら、はい、2345行きます。ほんで、まこさん、まこさん、どうですか？いや、もう明神岳に登れるっていうのはもう本当に夢みたいに、うん、今回こういうやっぱり、うん、痺れるルート最高です。最高ですね。もう余裕の笑顔やで、なかなかね、痺れるポイントいくつも超えてここに立っています。これ通りを、これ登ってきました。すごいね。はあ、すごいね。この向こうに富士山見えてますよ。すごいね。もう感激でね、もう胸がいっぱいです。今日も雲海すごいですよ。ほ
と来れてよかった、うん、ね、はい、これからこの2峰を上がっていきます。以前懸垂加工したところですね、今日は登ります、はい、長居してましたが、はい、では2峰に向かいます。はい、2峰ですね、はい、今日はこれを登っていきます。かっこいいですね、断崖絶壁です。次はね、お巡り師匠が明神の二歩取り付きます。さん、はい、ロープだし真剣にやってください。やって真剣ですね真剣。星野さん、いってらっしゃい。ナイス。星野さんがアッセンダーで登っています。いや、結構足が届かなそう。おまりさんがフォローしてくれてます。まこさん来ます。いってらっしゃい。行きます。ナイス。すごいね、はあ、私一人残されちゃうよ。寒い、風がすごい寒い。まこさんもね、アッセンダーで上がってきてくれました。ナイスでございます。大丈夫？何がよ、ちゃんとハマってなかったんちゃうか。そこ上がったら楽だから大丈夫ですよ。はい、頑張って。大丈夫よ、ゆっくりで。はい、OK、ナイス。はい、星野さん、いいピッチで上がってきてくれてます。星野さん、2本ラストラスト、もうちょっとです。ヒトヒト、OK、ナイス。はい、2ピッチ目、まこさん行きます。まこさん、上手にクリアしてくれてます。最後は、おまりさんどうかな。おまりさんがね、2峰の登りを来てますよ。頑張って。わっしょいわっしょいって余裕やな右の方。
オレンジ色の人。パーティーが来てるみたいですよ。はい、おまりさんは引き続き。ナイス。ありがとうございました。やあやあ、登ってくれました。どうしても登頂なんてルートあったんですね。すごいのがね、ここから登頂にチャレンジされている方が見えるんです。見てみましょう。皆さんはどこで泊まるんかな。あ、ラクダ残るね。もうちょっとやで、明治ね。そっかそっか、ここにいるよ。すごいわね、ポカポカ。ほんとありました。すごい。星野さん、いつの日かここ降りるようにね、懸垂加工ポイント見てきたんだって。明神岳第2峰から、翔高岳が見えてます。いやー、すっごい綺麗。そして焼け岳が見えて、あずさ川、上高地、ここから見下ろせます。すごい景色。その先には霞沢岳と、乗鞍岳と御嶽山も見えます。見てる、立ってます。嬉しい、手振ってくれた。嬉しい。すごいすごい、すごいね。意思疎通できたのがすごく嬉しい。皆さん頑張ってね。キューピー校はゴールド A です。今遅いね。疲れたなと感じたその時、今です。今です。2歩登ったもんね。2歩。はい、いただきましょう。ありがとう。じゃじゃんじゃじゃん、まこさんのご飯タイムは一口いかあー、うん、はい、うん、おいしそう。面白すぎるやろ。はい、ここから見えるのは3歩、4歩、5歩です。あとこの3つ越えて降りたらもうすぐそこゴールです。はい、では2歩から3歩へ。2歩、これが2歩。3歩トラバース中です。すごいですね、この雲海と穂高連峰。これびっくりですよ、これね。え、はい、どうですか、おまりさん。怖いとこ終わったから楽しんでます。はい、景色楽しんで帰りましょう、はい、すごいよこれ穂高。はい、絶景ねえ。はい、3方から4方に向かってるお二人。あら、まこさん、いいの持ってますね。ズキュン。ハロー。嬉しい、また気づいてもらえたよ。皆さん、1,2,3 かっこいいっすね。見えましたね。そしてラクダ残るの皆さんも見えてます。すごいね。はい、絶景、いいポジションで、もうほっと一息って感じですね。ここまで来ると本当もうだって大仕事を終えてましたもん。今4方から下ってきて、これから5方に行くところで。あ、なんか変身してる。シャキーン、シン。降ってます、降ってます。氷炭池が見えてます。はい、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 アップしていきましょう。これですね。登ってる。師匠たち。しっかりついていかないと。はい、そこ5方のピーク。ピッケル。抜けるんかい。何が出るかな、何が出るかな。あ、バナナです、バナナです。さっきは牛丼が出てきた、まこさんの秘密のポケットからは、お、リンゴが出てきたよ。長野県の特産の、下のスイート、
はい、シナノゴールドです。これから11月入って、はい、後半には富士がでもあります。富士が、はい、この山甘くて美味しいんです。フルーティーです。5本で5本入れです。カットしてくれてる。シナノゴールドいただきます。シナノゴールド、シナノゴールド、シナノスイーツ知ってますか。知ってますか。ダブルダブル。ナイス。歯ごたえ最高。うまりさん5本です。やったねー、やったねー、ありがとうございます。行きたい。もうすぐシーズンイン。今度下っていきます。今3時26分。さあ何時に上高地ゴールするんでしょうか。標高2500切りましたよ。だんだんこんなね樹林帯の中降りてきてます。激下りです。降りてきてこの石登ってここ降りていくの。ロープ終わってもまた次のロープってずっと続きながら降りてます。やばいやばいゾーン続いてます。この上もすごかった。今の時間は5時4分。はい、もう大概暗なってったのでライト装着しました。はい、岳沢登山口降りてきました。はい、帰ってきたよ。ねえ、なんか世界が違うよ。カッパ星出てきました。岳沢が、あれ岳沢が光ってる。お疲れ様でした。はい、カッパ星まで出てきました。もう褒めて、いっぱい褒めて。めちゃくちゃ頑張ったね。頑張ったよ。すごいよ、15時間弱。ちょっと遊びすぎだね。でも楽しかったから良かったですね。お疲れ様でした。はい。はい、真っ暗総括タイムです。はい。ございます。小木さん今日はどうでしたか。えげつないパンチ効きすぎルートでした。小木さんがありがとうございます。師匠、みんなありがとうございます。はい、どうでしたか、星野さん。そうですね。まあ、あのスタートはね、まあ、本当にガスっててね大変でしたけど、まあまあ途中から絶景と、まあ、ルートも。非常に楽しいルートでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。マコさんどうですか。はい、明神岳はもうバリエーションルートしかないルートなのでやっぱりあの、まあ、リードしてもらって、ね、フォローしてもらいながら登ったのでやっぱりそういうあのこう、力添えがないと登れなかったなと実感しました。でやっぱりあの下から見る、ね、あの明神岳しか想像してなかったので、うん、上から見れるっていうこの日が来たことに本当に嬉しく思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。師匠最後に、はい、ブラックスタートブラックアウトありがとうございました、はい、いや本当楽しかったです、はい、無事帰ってこれたのが良かったんで、ね、今日は最後までお付き合いくださってありがとうございました。はい、じゃあでは次はマニコチャンネル72でお会いしましょう。はい、さよなら。バイバイ。マコさんがね最後の最後山頂直下登ってますよ。そして後ろからはおまりさんとおまり師匠ですね。はい、後ろは絶景です。向かい広がってます。